ポルシェ大館で丸一日走る。今、筆者はオランダ、ネザーランドの南部、アイスデンという小さな町にいる。目の前には国境となるマース川を挟んで、ベルギーが広がっている。これから24時間で、可能な限り多くの国境をまたぐ予定。少なくとも、最初の一本目を通過するのは増作もない。 計画通り順調に進めば12の国境を越え、13カ国の道約1800キロメートルを走ることになる。これが内燃エンジンの車なら新しい挑戦とは言えないかもしれない。だが目の前にあるのはバッテリー EV、BEV のポルシェ体感だ。二人のドライバーで昼夜を問わず走り続ける。もちろん、 適切な休憩を挟みつつ、今回のグランドツアーの発端はシンプルなものだった。ポルシェ体感で丸一日走り、最新の BEV の能力と、急速充電ネットワークの普及ぶりを確かめるというもの。残りの航続距離や充電器を探す不安と一緒に。数年前までは、独自に展開される急速充電機も スーパービーチャージャーネットワークを利用できるテスラオーナーだけに許された旅といえた。しかし現在は欧州全土で BEV が一般化しつつある。最大2 7 0ットまで可能な急速充電能力。BMW とフォード、ヒョンデ、フォルクスワーゲンの各グループは、協力してアイオニティ社というジョイントベンチャーを立ち上げた。 最大 350kW での急速充電を可能とする充電ステーションが欧州各地で増え続けている。アイオニティ社の充電ステーションは幹線道路沿いに位置することが多い。一般的なルートを走っていれば困ることはないようだ。地図の上では、旅の計画では途中に6階の充電を挟むことにした。 スムーズな移動の妨げになるように聞こえるが、体感の急速充電能力は最大2 7 0ットまで、残量10%から80%まで最短20分で満たせる。ドライバーの休憩にもちょうどいい。今回お借りした8 3 7キロワットアワーの駆動用バッテリーを搭載する後輪駆動の ポルシェイカンパフォーマンスバッテリープラスの航続距離は、カタログ値で505キロメートル。実際それに近い距離を走れるのか疑問だったが、英国からオランダまでの道のりで自信が持てた。高速道路を運転していると、トリップコンピューターの距離が、1キロメートル増えるごとに、メーター上の航続距離が1キロメートル減っていく。 かなり体感の計算は正確だと言える。このグランドツアーの成功は二人のドライバー次第かもしれない。オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、フランス。嬉しいことにオランダ、アイスデンからベルギーの国境通過までは5分もかからない。16時ちょうどに出発してベルギーには16時3分に入国していた。クルーズコントロールの速度を この国に合わせた時速1 2 0キロメートルへ設定。そのまま3番目の国、南のルクセンブルクまで何事もなく到達できた。ルクセンブルクはベルギーの10分の1程度の面積。という小ささで、隣国で働いている国民も多い。朝晩のラッシュアワー時には、職場や、自宅へ向かう車で国境を越える道は渋滞する。 筆者も予想外の混雑に20分ほど巻き込まれてしまった。細かく予定時間を組んでいるため、この遅れは少々痛い。最初の充電ポイント、フランスのオーコンクールに到着すると、慌てるように充電ケーブルを体幹とつないだ。5台同時に充電できる場所だったが、空いていたのは1箇所のみ。すでにフランスでも、 少なくない BEV が走っている。利用できた充電速度は最大で 70kW だった。75%までの回復に要した時間は45分。想定していたより効率が悪く、より早く走れるアウトバーンと。急速充電器を求めてドイツへ急ぐことにした。フランス、ドイツ、スイス。 体幹が算出する航続距離は非常に正確で、巡航速度を高める自信を与えてくれる。フランスとドイツの国境、ライン川を21時1分に通過。速度制限付きの高速道路から速度制限のないアウトバーンへ足を進める。さも平然と、スピードメーターは時速2 3 8キロメートルを表示してみせた。 体感のカタログに載っている最高速度より、時速8キロメートル高いが、全く問題はないようだ。ドイツ南西部、マールベルクという中に立ち寄り充電。フランス王コンクールとは異なり、4機ある充電器はすべて空いていた。充電速度は250キロワットで、最大値ではないもののフランスより数倍速い。 駆動用バッテリーは30分後に90%まで回復。筆者もコーヒーと肉肉しい軽食でお墓を満たし、6番目の国、スイスに向けて体感を発信させた。この続きは後編にて、